そうですね、やっぱ加奈子のやっぱいいところは、自分が好きやなって思うことは、やっぱ笑顔がやっぱ可愛いですね。はい、笑顔が一番可愛いです。たくちゃんの一番好きなところは、なんだかんだ全部許してくれる、なんか全部受け止めてくれるところですかね。なんだかんだ最後は自分のことをちゃんと受け入れてくれるところが一番好きですかね。そうですね。いつも私のやりたいこととか私の思いを尊重してし続けてくれた、家族みんながそれを応援して認めてくれたかなと思います。兄弟は今山梨県に下宿してるんですけど、今までずっと一緒にいた弟が いなくなったのが寂しすぎて、なんか離れて気づく弟の大事さみたいなのは すっごいありますね。しょっちゅう山梨に一人で遊びに行ったりとかも してるぐらい 私多分お父さんに本当に怒られたことなくって、なんかちょっとだらしないことして、なんやこれみたいな感じのことはあるんですけど、まじまじと本当にお父さんに怒られたっていうことはないぐらい、本当にお父さんには甘やかされて育ちました。パパ嫌気っていうのはもう全然なくって、もう気合うよねみたいな感じの お父さん嫌っていう時期が全然なくって、本当にどうしたものかちょっとよく分かんないんですけど、ずーっとパパのことは好きですね。お母さんはやっぱり自分のことをもう全部 知り尽くしすぎて なんかそうですね、言葉にできるかな。神ですね、お母さんは 神様みたいです、私にとって。ね、そうですね、誰よりも いなくなったら困る存在です。そうなってくる おじいちゃんは、おじいちゃんはそうですね、ちょっとこんな話してもいいのか分かんないんですけど、おじいちゃんのお父さんっていうんですか、私にのひいおじいちゃんになる人が戦争で亡くなってて、でおじいちゃんが長男だったので、まだ小学生とか中学生ぐらいの時にもう自分が父親代わりになって、もう働いて大工で働いてくれてたんですけど、ひいおばあちゃんもそうなんですけど、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんが頑張って 生き延びてくれなかったら、私の今はなかったんだなって思うし、なんかみんなにそうなんですけど、私が今こうやって何不自由なく23年間幸せに暮らしてこれたのは、本当にみんなが一生懸命 なんか生き延びてくれたから、今私は幸せでいれるんだなと思って、
そうですね、すごい感謝してます。はい、みんなにおじいちゃんもひいおばあちゃんもおばあちゃんも、あとはお母さんの、おばあちゃんの方はあーちゃんって呼んでるんですけど、あーちゃんも亡くなっちゃったんですけど、あーちゃんもその自分の旦那さんが早くに亡くなって、女で一つで私のお母さんを育ててくれて、本当にみんなには感謝してます。もともと結婚式の前撮りは振り袖でやりたいっていうのは、そのおばあちゃんが亡くなったからとかそういうのではなくて、ただ単に本当に振り袖を買ってもらえたっていうことが嬉しくって、前撮りは絶対やろうと思ってたんですけど、なんかそうですね、おばあちゃん病気だったんですけど、私が結婚するっていう前から病気だったことは分かってたんですけど、なんかどっかで私の結婚式にはおばあちゃんは絶対に生きてるだろうって思ってて、だからそういう結婚式の姿とか前撮りで、またこれは手が買った振り袖なんやみたいな感じでそういうところも一緒に写真とかも撮れるかなって思いながらいたんですけど、せめてそのおばあちゃんの買ってくれたおばあちゃんの優しさとかそういうのだけは、忘れてないよっていうことを、っていうか大事に思ってくれてたおばあちゃんの孫でよかったなっていう気持ちが、再確認できる前撮りにしたいなと思って。お世話になっている人たちに、方々にはやっぱ感謝を伝えたいですね。ありがとうって気持ちを。親だったりとか友達含めいろいろ2人のことで話を聞いてもらったり巻き込んだりとかしたこともあったんで、無事に結婚できましたっていうのはしっかり皆さんにお披露目したいなっていうのはあるし、すごく楽しんでもらえて、いやなんかすっごい良かったわって書いてもらえるような結婚式にしたいなっていうのは思います。幸せに平和で暮らしていけたらいいかなって思います。どんな夫婦っていうと、そうですね、なんかずっと友達みたいな夫婦でいたいなっては思いますね。なんかずっと仲良しで、なんか旦那さんと奥さんっていうよりかはなんか親友みたいな二人でずっといたいなって思います。